岡山県の戦国時代特集、大内、雨子、毛利、織田が構想し、宇喜多が暗躍する仁義なき戦い。YouTube で話題沸騰、おなじみ、ほのぼの日本史のご当地戦国特集。今回は、岡山県の戦国時代を中心に取り上げてみます。岡山県は、本州の南部にある県で、大部分が田園地帯で占められ、江戸時代、複数の藩が置かれた事情から、岡山城をはじめ城跡が多く、美術館が複数あるのも特徴です。四国にわたる玄関口、瀬戸大橋も岡山県にあり、古代から東西交通の要衝として複雑で重層的な歴史を育みました。では、そんな岡山県が辿った歴史を見ていきましょう。旧石器時代から人が住んだ岡山県。岡山県に人が住み始めたのは旧石器時代まで遡ります。代表的な遺跡には和集山遺跡や御原遺跡があり、2万5000年前の地層から内腐型土器が出土し、上層の1万年前の地層からは採石人が出土しています。このように岡山県は日本全体でも古くから人が住み着いた土地であると言えます。縄文時代に入ると地球が温暖になり、海面上昇で瀬戸内海が出現しました。温暖な気候は魚介類や海藻など狩りに比べて食料が得やすい環境を生み出し、人々は海岸に移動して狩猟、採集、漁労の生活を送るようになります。瀬戸内海形成の時期を教えてくれる貴重な遺跡には、瀬戸内市牛窓町の木島貝塚があります。縄文時代も晩期になると気候が再び寒くなってきたことで、狩猟や採集とともに水稲耕作も開始され、岡山市北区の対馬江堂遺跡では水田遺構そのものが検出されました。吉備の国として大和王権成立のキーマンとなる。弥生時代を経て古墳時代に入ると、岡山県一帯は吉備の国と呼ばれ、畿内地方や北九州、出雲地域などとともに日本の中心地でした。特に吉備は優れた製鉄技術を持ち、支配地域は岡山県から広島県中東部、香川県島嶼部、兵庫県播磨地方と広範囲に及び、加古川を境として四国や芸予諸島にまで至っていたと推定されるようです。勢力の強大さは豪族の墓である古墳に反映され、大きさが全国の古墳で4位、一般人でも立ち入れる古墳としては全国1位の規模を持つ造山古墳や両宮山古墳など大型古墳が岡山県内に残されています。強大な吉備の国は畿内勢力と同盟関係を築き、大和朝廷を中心とする最初の統一政権の樹立に影響を与えました。しかし大和王権は強大な吉備の国の存在を危険視し、6世紀前半に侵入させると吉備の国を3つに分割し、備前、備中、備後の国を置きます。さらに備前の国からは美作の国が分国されました。吉備の巻備、和気の清麿を輩出し、伊勢平氏の拠点となる。古代の代表的な吉備の国出身の人材としては、遣唐使として唐に渡り、日本人として初めて孫子の兵法を治めた吉備の巻備。そして、道教の天皇位三達を阻んだ忠臣、和気の清麿などが出ています。平安時代には、備前、備中は受領にとって貫物の見入りが多い上国の一つで、農業生産力が高く、四方の将は藤原の長者が受け継ぐ4つの荘園の一つに選ばれていました。高い生産力から伊勢平氏は備前備中を勢力圏に置き、源平合戦で名高い水島の戦い、富士との戦いは岡山県倉敷市玉島地区で起きています。伊勢平氏滅亡後、東国御家人が支配者となる。伊勢平氏の支配地だった岡山県には、伊勢平氏の滅亡後に平家討伐で手柄のあった東国の御家人が地頭として流れ込んできます。彼らは那須の与市で名高い那須市、松田市、三浦市、庄市、赤城市などで聖戦御家人と呼ばれています。岡山県は鎌倉時代の末に後醍醐天皇が隠岐に流される際の通り道になった関係で、小島孝則など後醍醐天皇に協力する武士が登場します。特に沖を脱出した後醍醐天皇が最初に拠点を構えた宝器戦場山が近かったので、岡山県の武士勢力が多く後醍醐天皇に味方しました。山名赤松の仁義なき戦い。
官能の上乱で室町幕府が分裂すると山陰に勢力を持つ山梨が侵攻し、北部美作を中心に岡山県は山梨の支配下に入りますが、その後山梨は明徳の乱で衰退します。室町幕府三大将軍足利義満の時代以後、鎌倉幕府倒幕に活躍した播磨豪族赤松憲村が播磨、備前、美作の三国の守護を命じられました。しかし赤松光助が柿津の乱で将軍足利義教を暗殺したために赤松氏は衰退し、再び山梨が岡山県の支配者になります。追い落とされた赤松氏ですが、応仁の乱では東軍に参加、官吏細川勝元より備前、備中、美作三国守護職を約束され、赤松正則が西軍の山梨の勢力を追い払い、再び三国守護に返り咲きました。長く続いた山梨と赤松氏の岡山県争奪戦は赤松氏の勝利で幕を閉じます。しかし赤松氏は戦国時代に守護代であった三石城主浦上村宗により赤松正則の子が殺されて衰退します。こうして赤松氏に代わり岡山県の支配者になった浦上氏ですが、浦上宗景の時代に家臣の宇喜多直家により滅ぼされました。戦国の岡山県は赤松、浦上、さらに宇喜多と下克上が繰り返された土地だったのです。三村氏を宇喜多氏が駆逐。戦国期の備中の国では出雲から侵攻してきた有力国人の尼子氏が鎌倉時代以降の豪族彰子を従えていました。その後毛利氏の支援を受けた三村家近が備中の国の大部分を統一し、美作と備前の一部を勢力下に収めて三国を支配する勢いでしたが、永禄9年1566年に三村家近が宇喜多直家の手の者に暗殺され、後継者の三村元親も翌年の宇喜多氏との明前寺合戦に敗退。三村氏はその後毛利を切って織田家に従い、ついに滅亡してしまうことになります。一方で備中の南西笠岡などは村上水軍の支配地となり、村上高重により笠岡城が築かれました。このように戦国時代の岡山県地域は多数の戦国大名が軍友割拠したまま、岡山県域を統一する勢力は出現しませんでした。東西勢力の草刈り場と化した岡山の戦国。岡山県域全体を統一するリーダーが登場しなかった理由としては、岡山県域が東西交通の要衝だった事情があります。このため戦国前期は尼子氏と大内氏の草刈り場となり、後期は毛利と織田の衝突地点でした。岡山県域の豪族は東西どちらかの強大な大名に従属せざるを得ず、活躍した在地勢力も宇喜多氏や三村氏にとどまりました。また宇喜多氏や三村氏も今日は毛利、明日は織田というように支配者を変えながら立ち回った代理戦争の手駒であった一面は否定できません。岡山県の戦国の雄、宇喜多直家。ご当地英雄の活躍が少ない岡山県の戦国時代で異彩を放つのはやはり宇喜多直家です。岡山県という地名ももともとは備前の国の西部の農村地帯で、岡山、石山、天神山と呼ばれた3つの小高い丘にちなんでいます。3つの小高い丘の一つ石山には金光氏の当主金光宗隆の居城がありましたが、宇喜多直家は石山城の利便性に注目、宗隆が毛利に通じていると難癖をつけ切腹に追いやり開城させ、石山城を拠点としました。直家の子宇喜多秀家は備前、備中、美作の三カ国の守護の座につくと、秀吉の許しを得て岡山に築城、商人を備前福岡から呼び寄せるなどして城下町が形成されました。ところが秀家は御大老に任命されるなど豊臣と縁が強すぎ、関ヶ原の戦いで西軍に味方し敗北。家康は秀家から所領を取り上げて八丈島に流罪とします。宇喜多氏没落後の備前の国。備前、備中、美作は小早川秀明が領有して51万石を得ますが、わずか2年後に幼少期から酒を飲んでいたことによる肝硬変で死去。慶長8年1603年西国将軍と称された姫路藩主池田輝政の次男池田忠次が分家として備前38万石に入ります。その後池田本家の鳥取藩から領地の交換で岡山に31万5千石で池田光政が入り、備前岡山藩の基礎を築き、明治維新を迎えるまで光政の家系が藩政を担うことになりました。
小早川氏改易後の備中の国と美作の国。備中においては小早川氏改易の後、一国を管轄する藩が置かれることはなく、大名領と旗本領が錯綜します。備中松山藩を筆頭に足盛藩、庭瀬藩、新見藩、岡田藩、浅尾藩、岡山藩の支藩である鴨川藩及び生坂藩が成立しました。また現伊笠地域の大部分は備後福山藩領であり、備後の国と一体的に扱われ、福山藩主導の新田開発で干拓が進められます。美作には森家が18万6千石で入法し、4代目で断絶の後、備前松平家の宗家筋の津山藩10万石、三浦家の勝山藩2万3000石が成立しました。幕末に入り、薩摩藩や長州藩による倒幕の動きが広がると、戸様であった岡山藩は勤王を掲げます。逆に、審判や不代大名が入った津山藩、備中藩、松山藩は砂漠を標榜。戊辰戦争では岡山藩が幕府老中板倉勝清を藩主とする松山藩に攻撃を加えています。廃藩置県後、14県が林立するが岡山県に統合される。明治維新後、廃藩置県になると旧岡山藩を受け継いで、岡山県が備前の国を藩位として設立されます。当初岡山県域には津山県、鶴田県、真島県、岡山県、鴨方県、生坂県、足盛県、新見県、庭瀬県、岡田県、浅尾県、高橋県、成和県、倉敷県の14県がありましたが、津山県、鶴田県、真島県を併合して北条県が成立。次に鴨方県、生坂県、足盛県、新見県、庭瀬県、岡田県、浅尾県、高橋県、成和県、倉敷県が深津県に合併され、織田県に改名。その後、明治8年1875年に備中の国と備後の国にあたる織田県を岡山県に編入し、翌年には備後の国6郡を広島県に移管。最後に美作の国にあたる北条県を岡山県に併合して、現在の岡山県が誕生しました。岡山県民の特徴。岡山県にプロ野球チームはありません。しかし隣接する兵庫県には甲子園が、そして広島県には広島カープのホームグラウンド、マツダズームズームスタジオ広島があるので、岡山県民は阪神ファンと広島ファンに二分されます。しかし歴史的経緯から広島県に対抗意識を持つ岡山県人も多く、その場合広島カープの話題は NG になります。また昔話桃太郎発祥の地であり、岡山駅には桃太郎像が犬、猿、キジをお供にしていますが、ここには鳩や鳥も集まるので、桃太郎のお供が2匹と3羽になることがあります。もう一つ、岡山県民には頭が良い人が多いので、中途半端な知識を話すと言い返されて恥をかく恐れがあります。あやふやな知識は岡山人の前では喋らない方がいいでしょう。日本史ライター、カワウソの独り言。岡山県は旧石器時代から人が住み着く歴史の古い土地です。縄文時代の晩期には稲作が伝来し、製鉄技術が進んだおかげで作物の収穫量も多くなり、大和王権の全国統一の原動力にもなりました。しかし交通の要衝にあり、強大な吉備の国は大和朝廷に危険視され、備前、備中、備後、美作の4国に分割され、豊かな地域ながら団結することがないように、絶えず外の地域から領地を争奪される運命を背負いました。戦国時代には前期は大内氏と尼子氏、後期は毛利氏と織田氏の争奪の場になり、支配者も赤松氏、浦上氏、宇喜多氏と3度も変遷するなど忙しい土地です。江戸時代に入ると吉備の国の復活を警戒し、徳川氏は戸様の池田藩と審判不代の津山藩や備中藩、松山藩を隣り合わせて互いを牽制し、幕末には岡山県域で勤王と砂漠藩の激突が発生しました。それでも維新後は備前、備中、美作の三国が岡山県として一つになり、過去の吉備の国が復活する形になっています。最後までご視聴ありがとうございます。今回のほのぼの日本史はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。
これからもほのぼの日本史をよろしくお願いします。